静岡割静岡割は、焼酎等を緑茶で割った飲料である。静岡では、焼酎等を緑茶で割った飲料が飲まれており、お茶割りという名が一般的であった。それが、静岡独特の飲み方であるということに目をつけ、当時の静岡市観光協会の静岡支部、誘客洗礼委員会が中心となって、2006年6月8日に、静岡割普及推進委員会が発足し、 静岡割と命名した。静岡割、静岡割との表記も使われている。静岡割普及推進委員会では、小中緑茶という組み合わせを示している。静岡割普及活動として、飲食店、料亭、旅館、ホテルにステッカーの貼り出しやメニューの表記の変更の働きかけを行った。また、2008年4月23日、 静岡観光コンベンション協会は、静岡市への来訪者への PR として、静岡割と静岡おでんと静岡半ンフライを静岡 B 級グルメ3点セットと銘打ち、普及活動を行った。現在、静岡割を出している店は数多くあり、静岡ならではグルメガイド等で確認できる。静岡割の普及に従い、静岡割専用粉茶や、 専用水出し、煎茶ティーバッグ、静岡あり缶ハ杯等の商品が売られている。例えば、静岡県島田市に本社を構える木村飲料では、静岡ありの名称での缶ハ杯や、ペン型容器に、静岡茶の粉末を入れ、お湯割りや水割りに振りかけるだけで静岡割りができる、製品を販売していた。静岡割ってなんだ静岡割、普及委員会の担当者に聞いてみた。 2018年3月26日閲覧。静岡割。静岡観光。2019年3月22日閲覧。静岡ならでは、グルメガイドハット、ハイ、静岡割。2019年2月13日閲覧。静岡グッズ始めました。2019年2月13日閲覧。ありがとうございます。